やってきました。グルメ亭。ここはね、静岡県磐田市。磐田七つ星っていうね、磐田の湯。あとね、フィットハウスとかね、ありますね。はい、目の前にあります。はーい。ヤマヤロだよ。はい、ヤマヤロ、おはよう。もうね、あ、グルメ亭ね、ランチサービス。コーヒー&洋食屋ってさ、ここはね、あの、磐田の人のね、御用達だって、ヤマヤロ。なるほど。うん。めちゃくちゃ混んでるじゃん、これ。車、マジで満車だよ、これ。ねえ、すごいね。人気なんだね、やっぱり。人気って聞いてきたけどね。うん、手作りのお店。じゃあね、行ってみましょう。あ、待ってる、山田待ってて。営業時間とか、平日は9時半からやってんだ。朝9時半から3時。土日祝日は当社員だってことね。なるほど。12月の休みはこんな感じ。これ何？あ、本日のランチこれ。これがね、本日のランチね。メンチカツ、チキンカツ、味噌こんにゃく、キュウリですね。サモシカラーね。アマゾンかけキュウリパシね。アスパニピンもあるんだね。あとハンバーグランチと、ステーキランチと、お昼のお弁当。はい、中入ってきたよ。はい、ちょっと待ちだね。すごい、昔ながらのね、雰囲気の店内だね。すごい作りだ。まあちょっとね、12時はピークで待ち時間あって、まあ、12時半過ぎるとね、ちょっと空いてくるんで。店内はね、カウンターがあってね、和風の作りになっててね、すごく広いお店になってます。近いよ、近いよ。じゃーん、来て来て。生ビール、これはね、キリンだね。キリンで、いただきます。うまい、うまい、うまい、いつも通り、いつも通り安定だね。安定のビール、うん、最高です。じゃあ、ゆっくりやっていきます。はい、ゆっくりやってください。はい、生姜焼き定食でございます。はい、はい、ご飯大盛りですね。お、はい、お願いします。すごいすごい、これ超大盛りじゃん。いいね、いいね。生姜焼き定食、じゃじゃじゃん。味噌汁とご飯大盛り、結構多いね、これ多いね。で、サラダがついて、漬物がついてると。はい、いただきまーす。ヤマヤロのは何だっけ、ハンバーグか。あー、味噌汁美味しいよ。うん、美味しい美味しい。これ結構量あるね、これ生姜焼きね。あ、生姜が効いてる。サラダめっちゃフレンチドレッシング。サラダがね、キャベツがね、シャキシャキでした。冷たくて。来たよ、ヤマヤロ。いい？角度バッチリ。じゃーん。ハンバーグランチだよ。だからすごいね、鉄板がジュージュー言ってるね。しかもご飯がね、普通盛りしたけど、結構量多いよ。それでは、食べてきます。いただきます。卵がついてます。卵もいただきます。うん、肉の下にはね、もやし入ってます。かさ増しもやしね。もやしうまい。この生姜焼きはね、生姜めちゃくちゃ効いてるね。超生姜焼き。結構ね、ボリュームあるね。デミグラハンバーグ？うん。じゃあ、ヤマヤロから一切れいただきます。いいのこれ？うん、どうぞ。じ
結構大きいね。デミグラハンバーグ一切れいただきます。熱い。昔ながらのハンバーグだね、うん、手作り感あるじゃん、うん、手作りハンバーグか、うん、お客さんがね、次から次へと入ってきますね。すごいわ、この生姜焼きの量が。生姜焼きラスト、さあ、最後もやしを食べます。はい、完食。一個刺した。めちゃくちゃ腹いっぱいなんだけど。何これ。やまえる。うん。腹溜まった？やばくね。苦しい。ご飯多かったからかな。めちゃくちゃ腹いっぱいなんだけど、一個で。いや、めちゃくちゃ腹いっぱい。この定食一つでね、腹いっぱい。まさかの2軒行こうって言ってたけど、ちょっとこれギブアップだね、1軒で。ああ、最高に美味しかったね。ここがね、岩手のね、地元の方が御用達のね、建物は和風だけどね、洋食屋グルメ亭豊田店さんからでした。バイバイ。